おはようございます。4月1日土曜日午前11時を回りました。デモクラテレビ本会議の時間がやってまいりました。ねえ、なんか今日はもうエイプリルフール4月ということなんですけれども、だいぶなんか外は暖かくなってきて、今日は天気も良くてですね、この目黒川沿い、前に出演した時も言ったんですけども、もう桜がもう満開ちょっとするような感じで、だんだん散り始めているという感じなんですけれども、今日もたくさんのですね、花見客がですね、にぎわっているという、そんな中でですね、これから2時間にわたってさまざまな話題をお送りしていきたいと思います。本日の司会は私山口和臣が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、本日の出演者の方々をご紹介いたします。まずはですね、東京新聞編集員の稲熊仁さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。今週は、はい、ちゃんと持ってきました。はい、民主主義の味方という本を東京新聞から出しました。まあ、ちょうどあの、ね、統一地方選ということもあるんですけど、政治学者の宇野茂樹さんと杉並区長の、岸本さとこさんですか、ね。ということで、まあ、地方自治についても、ね、触れていくものなんですが、この見方というのはですね、まあ、民主主義の見方はどういうものかという、ね、ことを探るとともに、我々はまあ民主主義の味方であろうと、応援団というのかな、民主主義に支えられているということも含めてですね、まあ今はね、民主主義というのが非常に効率性が悪いとかなんだかで、まあ専制的な国家、権威主義的な国家に対して民主主義国家は効率が悪いんじゃないかというような議論もありますが、いやいや、やっぱり民主主義でないとやっぱり、まあ、人々の暮らしというのは幸せを、ね、追求できないんじゃないかというようなことですね。チャーチルの言葉でね、民主主義というのは最悪の政治システムだけど、これを超える政治システムはないという、まあ、そういうふうに非常に、まあ、逆説的なんですけど、やっぱり非効率でも、まあ、民主主義を、ね、きちんと今支えていかなければいけないというような本です、ね。なるほど、よろしくお願いします。ぜひお読みいただければなと思いますね。はい、それでは続きましてですね、ジャーナリズム研究家で元共同通信編集局次長の丸山重武さんです。よろしくお願いします。おはようございます。そしてもう一人、続きましてですね、編集工学機動隊ギア代表で、慶応義塾大学講師の太田剛さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。以上のメンバーでお送りいたします。それではですね、恒例の、まあ、メールというか写真の紹介でございます。今週はこちらでございます。先ほどね、目黒川のお話をしたんですけれども、石川県能美市の奥田さんから、北陸の桜ですね、満開、春が来た、桜満開という、こんな素敵な写真を送っていただきました。どうもありがとうございます。はい、そしてですね、今週のトーク項目はこのようになっております。まずはですね、なんとデモクラテレビ本会議が始まって10周年ということで、皆さんにして、この10年振り返ってですね、一言ずつ お言葉をいただきたいと思います。で、最初の項目なんですけれども、ロシアがですね、ベラルーシに戦術核を配備するということを発表しました。どうなってしまうんでしょう。2つ目、特別抗告せず、検察に衝撃ということで、袴田巌さんの、ね、事件ですね、再審開始が決定に対してですね、検察が特別抗告をしなかったということで、組織内では大きな衝撃が走っているというお話でございます。それからもう一つはですね、技能実習生このままでいいのかというね、これも大きな問題ですね。そしてこれ、岸田政権の目玉政策の一つと言われているんですが、少子化対策を考えるということです。もう遅いんじゃないでしょうかね。5番目、日本の畜産酪農をどうする。もうね、餌が値上がりしちゃって、絞れば絞るほど赤字みたいなね、そんなお話になっております。そして6番目はですね、GX 脱炭素電源法案の正体はというですね、以上6項目でお送りしたいと思います。今週はデモクラテレビからのお知らせがないので、ここで一旦コマーシャルでございます。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にトランプシリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、
そこは改正法規上のね、ええ、問題はねほとんど話題にならなくて、だけど、でその流れですいませんメール次の流れって流れてないけどいいですか、すいません、まあ、時間短いですね、1時間しかないそうもっていうのだからもう、え、あの次回も楽しみに見てください、どうもありがとうございました、どうも。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております、今ねレディオ火消しで伊勢崎さんと前北さんのコンビ映ってたんですけどこの間あの先週あの、プレスセンターであの鈴木邦夫さんのお別れ会みたいなのがあって、はいはい、そこであの伊勢崎前北コンビにバッタリ遭遇、しました、まあそれはさときですね、まずはね番外のお話から、入らせていただきます、デモクラテレビ本会議は視聴者の皆様に支えていただき本日10周年を迎えました。この10年を振り返って司会者出演者の皆様に一言ずつ頂戴したいと思います。ちなみに2013年4月6日の第1回の放送は特別プログラムとして第1部が原発の今を問う、第2部が憲法改正を進めてもよいのか、翌週の第2回、最初のレギュラー版のテーマは1つ目が北朝鮮挑発を繰り返す、2つ目が一票の格差どうする、3つ目が、福島原発汚水漏れ深刻、4つ目原発新規制基準の問題点、5つ目黒田バブルで円安加速、そして6番目がですね TPP 合意文書発表へというもので、もう10年やってるんですねこれね、ということでですねまずは稲熊さんからこの10年、はい、振り返ってみてどんな10年だったでしょうかね、はい、今日そういうこともあってあのこの4月6日ですか、うん、これのこの日の東京新聞持ってきました、はいはい、一面ですけどあの原発の企画をやってるんですね、うん、まあ4月、13年ですから2年経ったあの事故からですね、それでまあこの企画はどういうことかというと国道6号線をですねあの北上していろんなまあ爪痕傷跡、まあ、どう変わってるかということをルポしたものなんですけど、まあ、意図するところはやっぱりこの時点でもすでにですねあの風化が起こってないかということを、ね、しっかり見ていこうということですね、うんうんうん、だからまあこういうところから見てもちなみにあとはうちの看板紙面である特報面の方も持ってきましたけど、うん、こちらもですねこちらも。まあ、こちらも原発問題やってますね、だから廃炉にですねどう、国と電力会社が、まあ、向き合っているのかなというような検証ですね、うんうんうん、でまあ特に、あの原発なんか見てもここ今日これ項目見るとですね、まあ、どれも変わってないというか、うん、悪い方にいってるというか、うん、あのどれもこれもそうですね、うん、そのまあ、原発に至ってはですねもう再稼働あるいはあの新規原発だとかねこれからアクセルを吹かしているというようなところを言ってますしね、あとはまあ憲法の改正もう1回目やったんですか、これについてはもう完全に憲法が形骸化してあの改正の前にですねすでに実質的に形骸化してまあ敵地攻撃もできるというようなね解釈改憲ですよね、解釈改憲ですね、だからまあ、汚染水漏れなんちゅうもありますけど、うん、今は汚染水を、ね、引き取ってこう流していこうということですから、うん、で 新規制基準の問題点、問題点どころかもうこれも規制の基準が、ね、もう形骸化され、まあむしろ、より長期的に、ね、原発を稼働できるようになってますから、一体この10年間何をやってきたんだろうという、まあ、メディアとして見るとですね非常にこうある種 の、まあ、あの無力感でもないんでしょうけど、やはりこう報道としてですねこういう、こう問題点をどこまで、多くの方と、ね、共有できたということに関しては、ね、やっぱり考えていかなきゃいけないと思いますね。10年前は稲熊さんは日本にいらっしゃったんですか？私はだからその特報部、はいはいはい、特報部の責任者で、うんうん、かつあの編集局の方でもまあ責任ある、うん、局です局次長というやつですね、うんうんうん、それでそれこそ隣にいらっしゃる丸山さんがあの JCJ 日本、はい、あの、まあ今もやってますから、ね、
そこの JCJ 賞っていうのがあって、原発騒動でね賞をいただいたりとかで、あ、はいはいはい、でそこの中であれなんですよ、東京新聞もちょうど変わってった時期で、うん、変わってったっていうのは原発騒動でね、やはりあの、まあ、政府だとかあの企業の発表ものをですね記事にすることのあり方をすごく議論した時期で、やはりあの、明らかな嘘があったと、嘘に気づけない場合の報道は何なんだろうということに立って、必ずこう、まあ、いわゆる発表原稿、発表報道をですね非常 に対して、発表と発表それにを発表を本気という形で伝えて、まあ、解説を置くのでなく、うん、発表そのものをもうこう検証するということをもって第一歩をスタイルにするというようなことをあの模索し始めた時期です ね。やっぱりあの原発報道があって、それはこちらで一方的にやったんじゃなくて、読者がですねやっぱりあの原発の在り方で、まあ、特に特攻弁というですね、先ほど、の示しました、要するに記者クラブに寄らない、うん、まあ、あの取材集団ですね、そちらでやってきたことの方が正しかったじゃないかということで、読者からやはり、まあ、あの福島原発であれば最初の発表だと非常にあの、被害の規模は小さいというわけですよ ね、うん、だけど直ちに影響はない、そうですね、それが、はい、まあ、チェルノブイリ並みだよというようなのを示して、うん、あとはこう被爆の状況が非常に深刻であるといった、ね、あの報道に対して、うん、やはり非常に評価もいただいて、うん、やはりそういう報道であるべきじゃないかという読者の声もあってですね、うん、それで、まあ、発表ジャーナリズムっていうものを根本的に見直そうという契機になった時期でもありましたね、うん、なるほどね、ちょうどそういう時期だったわけですね、はい、丸山さんいかがでしょうかね。はい、今の話にちょっと引き続いていますね、うんうん、焦点明治報道って言ったんですよね、うんうん、その時、ね、論点明治報道、あ、論点をね、これは多分稲熊さんの発明の言葉、いやいや丸山さんだどっちか分かんないけど、まあ、そういうことがねすごくやっぱり大事なんじゃないかっていうことを言って、うん、で私はジャーナリズムっていうのはやっぱりそこがあのポイントだと思うんですよね、うん、で、まあ、デモクラテレビの大事さっていうのは、うん、いわゆる他のこの何ですかね、これ地上波の電波で、まあ、ありきたりのことっていうかな、常識的なことはこう言うんでしょうけども、それからもう一歩突っ込んでどういう意味があるのかっていうことをね、うん、やっぱり考えてものを言うっていう、うん、そういうスタイルをここでやってきてると思うんですよ、うん、だからそのことはやっぱりこれからも続けていきたいし、うん、広げていかないといけないと思うんだよね、うんうん、で、ちょっとここを持ってきましたけど、東京新聞がね、ここそうですね、2月に書いた原稿がこれなんですよね、うん、一面トップですけど、敵基地攻撃先制とみなされる懸念、国会議論1ヶ月、ゼロ回答、うん、で本当にですね、一番肝心なことは議論されてないっていうか報道されてないんですよね、うん、でね、議論は少しあるんですよ、はい、であるんだけども、そのことが大きなこういうテーマになってないっていう、うん、そういうことをどう考えていくのかっていうことだと思うんです、うん、それから、国会で、予算が成立しちゃったんですよね、27日の東京新聞ですけど、専守防衛、政府が新解釈ってやってるわけね、まあ、国会取っちゃったからじゃしょうがないじゃないかっていう言い方はあるかと思いますけども、でもこのことが今本当に最大の焦点なんですよね。ですからそういうことについての議論を起こしていくっていうことについて、やっぱメディアは相当このなんていうんですかね、ぼーっとしてるっていう、そういう感じがしてるわけです。ですからそこの辺のことも含めてですね、やっぱりこの番組を皆さん見ていただいて考えていただくっていうことをどんどん広げていかなくちゃいけないだろうと、うんうんうん、そういうふうに思っております。うん、なるほど。太田さんは10年前に何なさってましたでしょう。僕は23年勤めてた編集工学研究所を辞めて10年なんですね、うん、なるほど。なんでちょうど辞めたばっかりの、あ、じゃあ本会議とそうですね、ほぼ同じです、ね、ほぼ同じ、うん、でのれん分けして、で
ミャンマーの少数民族武装勢力のとこにずっと、はいはいはい、潜入してた、はい、前ちょっとねお話伺いましたね、はいはい、あとあの世界中のハンセン病の頃に回ったりしてた時期なんで、うんうんうん、だからそういう目で見るとこう世界はものすごい勢いで変わってる、うん、人権問題にしても、うんうんうん、SDGs みたいなことがこうクローズアップされたりして、うん、でジェンダーの問題にしてもものすごい勢いでハンセン病なんかもこう、うん、人権問題っていうのがすごく大きくなって、うん、でまあまあ解決っていうかこう注目を浴びるようになって意識がすごく変わってきたなと思うんですよね。ただミャンマーなんかまさかこの丸2年ですか軍事政権がクーデターを起こしてあのこんなことになるとは思ってなかったしで当時、まあ、あの和平交渉が相当進んでたん で、うん、でその和平の交渉の現場とかにもずっと立ち会ったりしてたんでだそういう目で見るとこう世界の動きの速さっていうんですかねいいも悪いも含めてあの目の当たりにしてきたんですけどそれに比べてさっきおっしゃってましたけどまあ、安倍二次政権が2012年12月からですよね、うん、と丸っと安倍政権をこの10年どんどん日本がおかしくなっていくのを目の当たりにしながらでさっき の、 この10年前のこの番組の項目見てると何一つ解決しないままより悪化してるってことですね。どんどん悪化しながら同じ問題をまだ繰り返して議論してるっていうのにちょっと愕然としたんですけど、ね、そうですね。だからそういう世界の動きに対してこの日本の停滞というか、うん、まあ劣化というか、うん、でいろんなことが雑になっていて、うん、で特に安倍菅岸って行くに従って国会の議論も何も雑になっていて、うん、だ この先一体どうなっていくんだろうという気はすごくしますよね、うん、なるほどねあの、まあ私のあれで言うと、まあ、もうほとんど太田さんがおっしゃったことをちょっと同じことなぞって言おうかなと思ってたんですけどねやっぱりほぼほぼ、安倍さんの責任だと僕は思いますね、うんで2012年の、まあ、12月なんですけども事実上始まったのが2013年から第二次安倍政権が始まって、まあ、この項目にもあったようにね黒田バブルっていうふうに書いてありますけど、まあ、アベノミクスが始まった年でもあって、まあ、失われた30年っていう言葉よく聞きますけどねその最後の10年で本当にダメをしたっていう感じですよね。で安倍さん自身は日本を取り戻すみたいなスローガンを言ってたんですけれどもこの10年で完全に奈落の底に突き落とされてしまったというのが、まあ、正直なところです。で、まあ、あの政権自体は、ね、2020年9月までで終わってるんですけどもその後も、まあ、なんていうのかな安倍的なる政治っていうかな、うん、安倍政治みたいなものが続いてるって、前回、ね、出演した時にあの紹介させていただいた妖怪の孫っていう今ちょっと話題のドキュメンタリー映画があるんですけどもあれを見ると本当によくわかるんですけどもこの10年あの日本がどれだけ劣化してしまったかということがですね、まあ、本当にひしひしと伝わる今日、さっきね稲熊さんもおっしゃったように今日書いてある実習生の問題とかですね少子化対策とか、まあ、GX 脱炭素とかですねこの辺も含めてもまるっとこの10年でちょっと取り返しのつかないところまで来てしまったのかなっていうそんな10年でした。デモクラテレビが10年頑張ったにもかかわらずこんなことになってしまって本当に残念なのでもうこれからなんとかね取り返せるのか取り返せるのか分かんないなみたいなね、ちょっと感じでさらに引き続き次の10年頑張っていきたいと思いますので皆さんあの先ほどね妖怪の孫は結構あの今ちょこっとおっしゃったけど、はい、それに入ってるようですか。あのお客さんですか、お客さんはですねこれおかげさまで、すごくあの各回 満席が増えてで要するに上映館もあの当然あの映画 あの上映館ってお客さんが入ってるフィルムかけたがるんで、最初はちょっとしか上映館なかったんですけども今、だんだん拡大しているので、あの
近くで上映してる人もだんだん上映されるようになる可能性が高くて、であのこれもかなりツイッター上でね、あの、指摘されてたんですけど、山口県で上映館がなかったんです。でこれはきっと忖度じゃないかとか、なんか圧力じゃないかみたいなことがすごい言われてたんですけど、ようやく、山口県、特に四区周辺かな、長門とかですね、下関あの辺りでもですね、いくつかの映画館が手を挙げていただいてですね、なんとか見れるようになりつつあるようなので、ぜひあの、まあ、お近くじゃなくて遠くにやってもですね、あのお出かけになってですね、見るだけ の価値がある、映画ですので、ドキュメンタリーですので。そう、いやだからあのおっしゃるように安倍さんの10年だったと思うんですね、はい、でそれで、まあ、日本を危うい方向に持ってっていうのは間違いないんですけど、ただ一方でその安倍さんが支持されてたという、少なくとも選挙ではね、はいはいはい、その選挙の問題となるにしても、はいはいはい、そこはやっぱり一番私はあの深刻だなと思っていて、はいはいはい、選挙の問題点はあるにしてもね、だから特に若い人がですね、やはりこのまあまあ非常にロスジェネラなんかあって就職が難しいところで、若い人の少なくとも、まあ、アベノミクスであの企業の入り口のところだけはね非常に良くなって、そこで随分と支持されてしまったとか ね、そういういろんなところなんで、そのまあおそらく妖怪の孫でもそういうことも触れてるんでしょうけど、そのなぜ我々というのかな、あの多くの人が安倍さんを支持したということもしっかり考えていかなきゃいけないと思いますね。そうですね、あの決してそのなんだろうな、安倍さんを批判するような映画というよりは、まあ実態はこうだったんですよというのをこう見せているような映画で、今猪熊さんがおっしゃってあのくれたその選挙でなぜ強かったのかっていう、そのまあ要するにいわゆるスピンコントロールですかね、のやり方みたいなこともかなり踏み込んで、あの実態にこう近づくようなあの場面とかシーンがあったりとかして、なかなか面白いあの映画ですので、ぜひあのご覧いただければなと思います。だから僕はすごく思うことで言うとね、今その若い人たちが今の時代の風潮みたいなものになんとなく無批判に流されてしまっていてね、その批判の目が別にないわけじゃないと思うんだけども、あのしょうがないじゃん、そうなってるんじゃない、そうしたらこの方がいいんだよっていう非常に簡単なね、そういう理屈でこう動いてしまってるっていうところがね問題だと思うんですよ。でやっぱりねもう一回ちょっと原理原則というとね、なんかまた古い人たちのことがそんなこと言ってるみたいに聞こえるかもしれないけども、やっぱり物事のこの真理だとかいうのはやっぱりそれこそさっきね民主主義の話が出たけど、こう長い間積み重ねられて作られてきたものなんですよね。だからそういうものについてのなんていうのかな、異形の念みたいなものを持ちながら変えていくとか批判していくとかっていうのがないとね、まずいんじゃないかなと思うんですよね。だからそこのところはね、本当になんかあの安倍さんや今の岸田さんがやってることっていうのはこう随分乱暴にねこう問題を処理してるっていう、そういう感じがすごくするんですよね。そうですよね。あのでも猪熊さんの話で言うと、やっぱそのこう普通によく考えればこう分かるっていうのか、だって単純に若い人給料下がってんだよって、いいのっていう話とか、いや普通嫌でしょ、だってお金ちょっとでもたくさんもらいたいでしょうとか、子供作りたいでしょうとか、なんかそういうなんかこうなんだろうな、だけどそういうことを言うとね、その労働組合なんてのはダサいとかね、それからその子供欲しいなんてそんなみっともないことは言いたくないとかね、そういう風な、子育ては負担だ、なんだっけマイナスみたいなことをね、子育て罰とかね、そういうねことはね、あの本当に、まあ、まさにそういうことがけしからんのでねあのなんかあやっぱりみんなで本当に考えていくっていうことを、培わっていかないといけないなというふうに思うんですよ。ちょうどあの安倍さんが襲撃された翌朝、ここに座ってデモクラ TV だったの。ああ、はい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 。でみんなでこれ何言えばいいの相当困ったんだけど、ただ今から考えると、じゃああれがなかったらどうなったんだろうと、陰で隠然たる力を持ってもっとひどいことになってたのか、ただちょっと逆にあれのせいでこう対立のこう柱がなくなっちゃって、まだあの安倍イズムみたいなものが残ってて、で相当負の遺産になってるのに、その
中心になって批判の矛先だったのがスポッて抜けちゃって、だから今の岸田さんってなんかそれがうまいことね、あの批判の矛先がないままそれで得してる、得してずる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 あのおかしなことが進んでしまってるって気はすごくしますよね。さあ早くも今日は6項目目までいけるかな、あの非常に微妙な空気になってきましたけれども、最初の項目生かしてください。新聞記事はこちらでございます。ロシアのプーチン大統領が同盟関係にあるベラルーシへの戦術核配備を表明したことで、ヨーロッパとロシアの緊張は新たな段階に突入しました。プーチン大統領はこの4日前、中国の習近平主席と共同声明で発表した自国 領外に核を配備せずとの原則を否定した格好となります。侵攻を続けるウクライナとの和平の道筋もさらに遠のきました。またプーチン大統領は習近平国家主席と首脳会談を行い、共同声明では NATO などによる中ロ包囲網の強化に反対するなど、反欧米色の姿勢を鮮明にしています。今後のロシアと世界の関係について考えますということで、まあ、この問題は、ね、猪熊さん いらっしゃってるんで、うん、まあ、ちょっとまずこのニュース、うん、ちょっとまあ驚きというかちょっと怖い話なんですけど、そうですね、はい、まあ、ただあのなんていうんですかね、それはこれは ある意味で核体制上けしからんことなんですけど、 だけど国際社会で今あのこう、まあ、ウクライナに対するこの欧米というかアメリカを中心にした、まあ、NATO のこう姿勢もですね、これを導いているって言い方もできるんですよね。それでもともとプーチンが考えてたある意味での原則論がここに反映されているというのもあるんですね。つまりあのじゃあ NATO の、ね、核配備はじゃあもともとどうなのよというと、あれまあアメリカだとか核を持っているのはまあイギリスとかですよね、 NATO の中で。その配備は自国以外にもですね、 NATO はヨーロッパでトルコとベルギーとイタリアとドイツですか、オランダかなに配備しているわけですよね。で一方ロシアはロシア国内だけですからね、あのブダペスト条約であの、まあ、ロシアが全部ウクライナですとかベラルーシあるカザフの、核を引き取ったわけですからね、うんうん、でただ弾道数はものすごく西側にすごく多くロシア配備してるんですけど、うんうん、だから今、まあ、そうやって NATO がどんどん拡大している中で、あるいはあの、状況の中である意味での、まあ、プーチンから言わせるとその自分の中に利があるというようなことをあの、正論ができちゃうわけですよね。しかも昨日ですか、あの NATO にフィンランドもあの、まあ、加盟することが決まって、おそらく、トルコはまた譲歩してスウェーデンも、まあ、おっつけになるんじゃないかと、まあ、そういう中ではやはりでしかも、まあ、それで、まあ、こんなベラルーシに配備したということを配備するであろうということで、今度はね今何が起きているかというとバルト三国ですとかね、ポーランドやなんかがあの自分のところに、まあ、旧東旧は共産圏ですかのエリアにも核共有ということを言い出している。なるほど、だから どんどんこれが、まあ、あのある種の、まあ、核の管理体制っていうのがこう形骸化してきているという非常に、うん、まあまずい状況にはなってますよね、うんうん、ウクライナのとのこの戦争で見ると、まあ、あのイスカンダルというあのミサイルがあって、それがベラルーシに配備をすることによって、まあ、戦術核をですねあの、まあ、ヨーロッパにですね、まあ、打ち込めるということに、ね、非常に危ない形なんで、ね、うんうん、で一方であのこれによってまああのもう一つ大きな問題はアメリカと新スタートですね、戦略核の方の削減条約の方が、うん、あれも形骸化してきて、うん、まあ、あの情報共有をもうしないと、つまり戦略核の配備状況や何かの情報を、まあ、アメリカと共有したわけなんですけどもう出さないと、うん、でアメリカの方ももう出さないって、うん、そうなってくると大きな核もですね、大きな核のお互いの管理もできなくなれば、うん、まあこれ戦術核を、まあ、こうやって自国内ということがこう、なくなってくるとそっちの方もですねある意味での管理が非常に曖昧になってくると、うん、小さな核も大きな核もですね、うん、非常に危ない状況になってくるというのが、うん、
あの問題ですね。で、プーチンは前からですね、実はそのウクライナがある前からですね、そのじゃあ米ロだけで核の、ね、削減だとか管理を、担保して売ってるのはいかがなものかっていうのはもともと言ってたんですよ。つまり北朝鮮ですとか、あるいはあのインパだとか、あの核はあのいろんな国が今いろんなことで、まあ、ある種利用してるってところがあるもんだから、そういう意味での大きな枠組みで、まあ削減管理をしていこうかということも言ってたんですね、やはりそれによってロシアはやっぱり怖いんでね、アメリカだとか NATO が、だからそういうことを作ってきたわけですね。だからまあもともとがこの戦争自体が、まあ、NATO というのかな、あのアメリカやなんか、あのロシアは怖い、まあプーチン個人は自分の政権の転覆ということでのこの、まあ、亡国なんですけど、国を守るということなんだけど、だけど、まあ、そういうことの脅威があるっていうことがあのこういう、こうカオスを導いてしまってるんで、やはり あのある意味ではやっぱりこう西側というのかな、あのアメリカや、いや NATO もですね、ある程度こう暴論のようなあのプーチンの言い分だとかロシアが抱えている脅威っていうものをしっかりと見極めてっていかないと、より恐ろしい状況になると私は思いますね。そうですね、まあ、ね、見てる限り両方でこう焚きつけ合ってるっていうね、どうしてもそういう印象になってくると、だんだんその時間が経てば経つほど、そのプーチンが最初に言ってたように、その NATO がこっち出てくるから、こっちをこう防戦してるんだみたいなね、のことがある意味で正論、正論になってきて、まあ、そうですよね、そうですね、丸山さんどうですかね。僕はね、そこの中でね、やっぱり日本がどういうところに立つかっていうことが一番大事だと思うんですよ。うん、そうだと思いますね。でね、まあ、でウクライナ電撃訪問というのをやってね、でまあ、ようやくそのなんか西側の一員にようやくなったんだみたいなね、そういう感じで、まあ、つまり、岸田さんはやってるみたいなんだけど、本当にここでちょっと考えなくちゃいけないと思うのはね、そういう立場に立つということが一体その日本のこれからの将来というか、あり方にとっていいのかどうかということだと思うんですよね。つまりあのアジアの大国として、片っぽは中国へ行き、片っぽはウクライナに行ったというふうに欧米の新聞が書いてるわけですよね。ですからそういう関係にどんどんなっちゃっているという、で現実にまあ、これはなかなかその日米関係の首輝をですね、簡単にこう そこからね脱却していくということは難しいのかもしれないけども、しかしやっぱりできないことはできないんだって、やるべきじゃないことはやるべきじゃないんだっていうね、ことから言うと本来中立でどっちにも味方しないっていうね、そこでその外交を展開すべきなのに、それがそうなってないっていうところについてはやっぱり僕は深刻に反省する必要があると思うんですよね。どこでどういうふうに変えられるか分かりませんが、いや僕はだからその、あの政権が始まった時にじゃない、戦争が始まった時に、まだ安倍さん元気だったわけですから、早速ウラジミール君やめろよって言いに行ったらどうですかってそういうことを確かここでも言った気がするんだけど、そういうことがね、この日本の取るべき立場なのであって、で、ここはね本当にみんなで考える必要があるだろうという気がしますね。そうですね、まあ、それだからウクライナ問題っていうだけじゃなくて、あのまあ岸田さんでの役割、最大の役割は日本を安全にしておくっていうことじゃないですか。そのために緊張をまあ解いていくっていうことなんですけれども、太田さん必勝しゃもじをなんか持ち込んだみたいな報道ありましたけど、どうでしょうね。まあ、あの時はあの電撃訪問とかつって、あのメディア全部欺いて、現場の外交官も知らなかったみたいなことになってて、でも日テレがちゃんと撮影してたじゃないですか。そういう中で、まあ、で電撃訪問っていうちょうど日本 WBC で決勝かなんかだったんですよね。確かね。で速報で入ってきて書き消されちゃったじゃないですか。だから本来は、はい、あのまあ G7 で最後に残ったんでしょ、あの、記者さん以外みんな会いに行ってて、でおっとりでおっとり刀で入ってったんだけど、結局 WBC で何の報道にもなんなくて、なんか
つくづく運の悪い人だなと思ってて、うん、で運の悪い人についていくと国民ろくなことにならないんで、うん、ちょっと考えた方がいいかなと思ったんですけど、うんうんうん、ただあの要は東西冷戦構造って言われてたのがソ連の崩壊で消えて、はい、でその後アメリカ一強時代になるかと思われたんだけど、それもアメリカ自体もちょっと疲弊してきていて、うん、でそれが作れないままここへ来た時に、まあ、プーチンをこれ周到にもう一回冷戦時代に戻したいんだろうなと。で中国も同じようなその二大対立構造に持っていこうとしていて、じゃあその時の日本の取るべき立場って、うん、やっぱアメリカ一強ってっていうのは失敗したんだと思うんですよね、うんうんうん、だけど未だにアメリカにくっついていこうとしていて、うん、でもインドとかすごいしたたかじゃないですか、うんうんうん、あとここで ASEAN の連中もみんなちょっと、うん、様子見で、うん、でここへ来て JAXA が宇宙科学技術ですか、うん、ロシアとか中国の研究者は入れないとか、うん、ただロシア中国の方がもう宇宙技術全然進んじゃっててね、うん、ロケット1個打ち上げられない JAXA が何言ってんじゃいって。あ、なるほどなるほど。まあ確かにおっしゃると言われるとですね。だからなんか根本的に日本の立場、うん、でまあこの後やるね食の安全保障っていう話考えた時に、うん、中国とかロシアとかと喧嘩してる場合じゃなくてね、うんだってね、一生懸命ミサイル買ってるけど、うん、食料止められたら今の自給率だと日本吹っ飛んじゃうわけで、そうですね、うん、だから、まあ、この後の、ね、話題出てきますけど ね、 はい、西側のねこの見方から言うと、うん、その片っぽは中国に行ってじゃないか、片っぽはロシアに行って片っぽはウクライナに行ったって話になってるんだけど、うんうん、あの習近平が向こうに行くときにですね、行く、まあ、ちょっと前に、うん、あの中国の立場をこう明快にするっていうんでね、12項目かなんか表現してるんだよね、はいはいはい、でねそこの中で言っていうことで言うと、今までの冷戦体制、つまり NATO との関係なんですけど、そういうものからは脱却するんだってこと言ってるんだよね、うんうん、であのつまりロシアは中国はあのロシアの立場を取るんじゃないと、むしろ、うんうんうん、それで、いわば第三者としての、うん、なんていうんですかね、派遣を、うん、なのかな、そういう感じになるのかもしれないけど、うん、そういう、まあ、なんていうか立ち位置っていうのはね、かなりはっきりしてきてるんですよね、うんうんうん、だからあの応援するようなことを言ってほしかったんだけど、なかなかそう言ってくれなかったわけでしょ、うん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 、だからそこら辺のね、まあ、ある意味で中国は相当そういう意味ではしたたかだし、うんうん、ある意味ではまともだしね、うん、そういうことなんだと思うんですよね、うん、あとこのプーチンと習近平の共同声明で日本について触れてるのが、うん、汚染水の話なんですよ、はいはいはい、そこみたいなね、うんうん、だから本当の、まあ、それが大問題ではあるんだけど、うんうん、なんかもう国際社会そのものに相手にされてねえなっていう、そこだけみたいな感じはしますね。そうですけど、岸田さんの方、ゼレンスキーウクライナ訪問と、まあ中ロ、首脳会談みたいなところ、どんなふうに評価されてますでしょうか。しゃもじの話から入ると、しゃもじのは、とことん稚拙な話なんですけど、うん、稚拙であり深刻なのはあれ、必勝しゃもじは、うん、稚拙なようだけど、元は日露戦争からなんですよね、ね、日露戦争で始まったんだ、うん、で、ロシア人、それの日露戦争をよく知ってて、うん、そういうことも知ってて、それで非常にこう、まあ何考えてんのって話になっているのと、それともう一つ、やっぱりあれは他にで行ったウクライナに行った首脳はみんな NATO の加盟国ですよね、うん、あ、なるほどね、はいはいはい、そこら辺が非常に実は大事なところで、うん、今ロシアが言ってるのは、うん、安保条約を通して日本だって NATO と同じになるんでしょというようなところは非常にセンシティブなんですよ、はいはいはい、そこで核共有ということも言ってる、安倍さん以来ね、うんうんうん、言ってるもんだから、そうですね、それは北海道への核の配備っていうような、うん、
ことにもやっぱり結びつく、そういう話をしてるんですよ、うん、まあ、それもあったからその直後にあれでしょ、あのミサイルの実験、うん、ミサイルね、日本海に向かってミサイル撃ったっていうね、まあ、そういう牽制にもなって、はい、だからまあそういう意味で相手にされないながら相手にさ、うんうん、あの脅威だけ与えてるっていうのは非常にこう良くないし、うん、もうちょっと中国ともですね、日本はいろんな立場があるけど、それはやっぱり経済の結びつきやなんかも含めてですね、うまくこうやっぱり NATO の国々とは違うね、ありようでいえばロシアとも違うチャンネルでね、いろんなことができるはずなんだし、ロシアもそれは期待してるんで、で緊張とあとはこう、まあ、ある意味でのこのパイプ役というのが両方こう非常にあの日本選択ができるんだけど、それをうまくやっていかないと今度緊張の方に行ってしまうかなという、ね、そうですよね、隣国でもありますからね、うん、そうですね、まあね、稲熊さんがおっしゃってくださったようにですね、まあ、あのしゃもじは今は、まあ、高校野球とかのね、あるいは広島カープの応援グッズとして使われてますけれども、起源はまさに日露戦争の必勝祈願のものとしてですね奉納されたっていうのが起源だということなので、まあ、それロシアの人が、まあ、知ってるっていうお話なんで、まあ、それ聞いたらね、やっぱり喧嘩売ってんのかみたいな話にね、とこつながりかねないということで、緊張が本当にそれでミサイル撃たれちゃったみたいなね。そうそう、だからね、必勝っていう言葉自体がおかしいんですよ。ですよね、うん、だって勝つか負けるかじゃないですか、はい、うん、したら勝たなきゃいけないことになるわけですね、うん、あれね、そうそうそう、うん、そうするとウクライナが勝つっていうのはどういうことですかね、うん、っていう話なんですね、うん、勝つか負けるかを、うん、じゃないんですよね、国際社会が言ってしまったら、それでもう本当にこうある種の、交渉というものはなくなるし、なくなっちゃそうですね、世界の、うん、せめてセイロガン持っていけばよかったロシアを正すとか、うんうん、あれ正すには聖罰じゃない、まあ、聖罰のせいか、もともとはね、でも今正すになってるじゃないですか直したんですよね、なるほどね。ついでにちょっと稲熊さん、ね、あのこのなんかたまたま資料の中にあったんですけど、例のほら中国大使の離任面会があったじゃないですか、岸田首相が、中国の大使がですね、江さんという方かな、まあ、任期を終えて中国に帰るというときに、まあ、一応慣例としては、大使が、お辞めになるときは、首相の面談、首相と面会するという、うん、そんなことになってるんですけども、岸田さんはそれを、断っていたということなんですけれども、一応その理由としては、その中国との関係、なんていうか、世論っていうんですかね、まあ、今言ったその尖閣の問題とかでですね、あと気球か。気球の問題とかでなんとなくこう緊張してたのが、まあ、世論が硬化したことが影響したっていうふうに新聞的には、まあ、この共同の記事ですね書いてあるんですけども、この辺どういうふうに、だから非常にこう何て言うんですかね、周りのこう外務官僚っていうのが非常に劣化してるというか、うん、はいはいはい、だからあのしゃもじだって軽すぎるというのかね、必勝という発想が本当にさっきのあれじゃないですけど、うんうんうん、あのそういうことの相手に与えるこの深刻さに対して、うん、あのやることが非常に軽いというか稚拙というか、これだってそうですよ、それはそのその人がさよならを言いに来たんで、ね、さよならもいらないぜって、うん、それだったらおめえなんかに用はないぜという話ですからね、うんうんうん、だからあの国際儀礼上もそうですよ、ねね、どういうプロトコルになってるのか知らないけど、中国政府を相手にせずってやつだよね、そうそうです、昔のね、紹介、うん、南京政府、そうそう、南京政府を相手にせずでしたっけ、あ、そうですよね、なるほどなるほどね、うん、いやそれからもう一つ言うとあれですけど、昔ね、うん、あのほら元寇の前かな、うん、日本に施設が来てね、殺しちゃったって、殺しちゃったって、だからね、そうそう、ちょっと分かってないんだよ、なんかさんが、そのくせウクライナに行くときはなんかロシアに断ったって言うんでしょよく分かんないんだよね、よく分かんないね、そう、モンゴルの死者を殺しちゃったって、うん、まあだからね、これも含めてやっぱり失われた30年の最後の10年っていうかね、どんどんいろんなことが劣化してますよね、うん、劣化っていうかね、僕は本当にね、そういうところが、うん、この一種の道徳だとかね、うん、倫理だとかっていう、うん、そういう価値観みたいなものがね、うん、失われてるっていう、うんうん、そのことがやっぱりこの10年間のね、うん、非常に大きな問題じゃないかっていう感じがするんだよね、うんうん、でもこの硬化する国内の対中世論に配慮したって言ってるんだけど、うんうん、今日も
桜の写真撮ってたら周りで写真撮ってるの全部中国人でしたし、で一昨日まで梼原って高知の山奥で、はい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 、僕作った雲の上の図書館っていうのがあって、うんうんうん、そこに今毎日大型バスが来て、うん、全部中国人か、うん、台湾人の団体さんが図書館見に、あ、はいはいはい、まあ、隈研吾さんの建物なんで、あ、なるほどなるほど、うん、でそういうのを見てると、うん、で待ち望んでたわけでしょ、うん、浅草なんかも閑古鳥に入ったのに、ね、今ものすごい人で、うん、今一番ね期待国日本結構多いから、うんうん、そうそう、中目黒の駅がすごいもんね、そうそう、だからしかも台湾と中国人がわっと来るわけだから、そこで友好のとそういう日本がいいポジションにあるし、うん、それともう一つ言うと大使ってどこの大使もそうですけど基本的に日本がそれなりに理解して知日になるし親日になるんですよ、天皇さんは。だからそういう人は日本のことを理解した人は非常に大事にしていかなきゃいけないんですよ、うん、ロシアにしてもどこにしてもそうなんですけど、だから世論に配慮したというよりは党内のそういう、まあ、いわゆる保守派っていうんですか、うん、安倍さんの安倍派っていうんですか、まあ、そう、しかも官僚がねちょっとなんつうのかな、まあ、軽い官僚がそこに迎合しちゃったのかなっていう感じです ね、うん、そういうことかもしれませんね。はい、それではですねちょっと次の話題行かせていただきたいと思います。2番目の話題はこちらでございます。1966年の一家四人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん87歳の再審開始決定に対し検察は特別抗告を断念しましたが、これまで多くの再審事件で上訴してきただけにありえないことが起きたと OB に衝撃が走っています。間違いを認めない組織の変化や、検察改革の成果を指摘する声が出る一方、再審公判で今一度袴田さんに死刑を求刑する可能性もあります。検察は本当に変わったのでしょうか、ということでですね、この特別抗告断念したのは先週の月曜日20日ですね、20日、検察が、まあ、要するに東京高裁高等裁判所が、これは再審開始をしなさいという決定をしたことに対して、カウンターパートである東京高等検察庁が、まあ、特別抗告もう一回ちょっとやり直してくれっていうのを言えるんですね。そうするともう一回今度、最高裁で議論して、まあ、どうするかみたいな話になる。そうするともうどん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 日付が経って袴田さん87歳でも、お姉さんも90歳ということなんでね、早く結論出してほしいよということなんですけれども、まあ、どうなるかっていうところで、まあ、一時はですねこれ、20日が、断念だったんですけど16日から共同通信がね、特別抗告へっていう、配信したんで検察何考えてんだろうなと思ったら、20日の日開けてみたら特別抗告を断念したということなんですけれども、まあ、次の争点はですね、再審っていう、まあ、裁判が始まるんですけども、そこで検察がどういう求刑をするかということで、まあ、過去の再審ではよくもう検察はもう参ったということで無罪を求刑するということで、まあ、あっという間にその場合は裁判終わってしまって、袴田さんいやもう晴れて無罪ということになるんですけども、どうも特別抗告断念の時の高検の自責のコメントなんか見ると、承服しがたいものはあるけれども、うん、理由が見つからなかったから仕方なく断念したみたいなこと言ってたんですけども、丸山さんこれどういうふうにご覧になってますでしょうかね。いやもうね、僕ねこの特報部でね、うん、見た検察 OB に衝撃ということがね、はいはい、むしろ僕にとっては衝撃だったですね。なるほどなるほど、はいはい、まあ、随分からいつ頃だったかもう覚えてないんですけども、うん、味噌だろの中からねズボンが出てきたんですよね、はいはいはい、それでそのズボンはとても袴田さんが履けるもんじゃなかったんですよ、はい、発着なんてね。そういう話が報道されたことがあって、うん、でもうそれ以来もうこれはダメじゃないかと、うん、まあ、僕なんか思ってたわけだし、はいはい、いろんな人もみんなそういうふうに思ってた、うん、と思うんですよね。で検察だけはそういうことじゃないんだっていうふうにして頑張ってたっていう、あれ捏造に決まってますよ、あれだからその前に見つからなかったんだから、うんうんうん、だからねそういうことがね本当に検察庁って結構いろいろとこう OB になったら反省していろんなことをやってるのかなと思ったら、うん、
そうでもないのかなっていう、ね、なんかちょっとそこは意外だったんですけどね。なるほどね。あの、まあ、今ね丸山さんがおっしゃったのはちょっと視聴者の方ご存じない方がいるかもしれない、ちょっと解説すると、1966年に今言った一家4人の殺害事件っていうのが起きたんですけれども、それから、それで、まあ、あの袴田巌さんが、まあ、逮捕されるんですけどね、あのその味噌工場か、うん、味噌工場の専務の一家が殺されて、袴田さんは、その味噌工場の従業員だったということで、うん、まあ、逮捕されて、まあ、きついと取り調べを受けるんですけれども、裁判がまあ翌年始まるんですけれども、それまでは有力な物証がなかったんですよね。で、袴田さんの 自白だけが、うん、まあ、唯一の証拠みたいなものだったんですけれども、なんと裁判が始まって1年経過したら突然、その味噌工場の味噌のタンクの中から、衣服5点が発見されたと。それしかも血染めの衣服が5点出てきたと。で、それが有力な決め手になって袴田さんが有罪になってしまったっていう、なんかちょっとドラマのような、ドラマっていうか、誰が聞いてもそんなことあるのかっていう、まあ、雑なミステリーですよね。うん、まあ、どうですか稲熊さん、このあの。で、そうなんです、だから、うん、あのじゃあどうなるのかっていうんですけど、確かに検察この OB からすると、まあまあ、まあ、ありえないっていうか、うん、要するに自分らのやってるこうあの、まあ、無病性がありますから、ね、はい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 、だからそれを覆されるっていうので、うん、それが仮にこれはまずいなと思っても、うん、あの頑張っちゃう、頑張っちゃうというところはあったんでしょうけど、うん、これはもうちょっとできないっていうことで、うん、我々も理解してるんだけど、検察の感覚からすると、うん、なんでやんなかったんですよ、うん、やるはずだった。これは比較的今あの検察に対しては比較的批判的な立場を取ってる OB の方々でさえも感覚としては、うん、というふうに思って意外だなという、うん、ことなんですよね。それで今また報道で謝るかもしれないけど、この前の共同通信のように、はいはいはい、あの一部報道で結局無罪で、あの再審は、まあ、無罪ということになるかもしれないという報道もあるんですけどね、はいはい、分からないですよね。つまりあのここら辺が解釈になるんでしょうけど、まあ、最高裁が、まあ、捏造だと、捏造の可能性が高いと、うん、あの言ってるもんだから、やはりそこで有罪を求刑していかないとそれを認めてしまうんじゃないかという見方もあるもんですね。だから、可能性あるんですけど、私はおそらくそういう方向にはならない、なったらおかしいなというような、うんうんうん、まあ、そうですね、うん、ならないでほしいですよね。そうならない、そこまでおかしくはないんじゃないのかなというふうには思いたいんですけど ね、そうすると今までの例だと半年ぐらいで結審するんですよね、うん、あ、なるほどなるほど。それが有罪での審理になってくると、はいはい、やっぱり、ね、そうなんですよ、うん、それを考えれば、まあ、お姉さんがね、秀子さん90歳、うん、90かで浜田さんも80なんですか、うん、だからまあそういうことも考えて、あとはどう見たってこれは無罪無実ですからね、うんうんうん、いや、そうなんですよ、そうなんですよ、で、さっき言ったその突然その5点の、衣類が出てきて、で丸山さんおっしゃったように、じゃあ袴田さん履けるのかって言ったら全然ちっちゃくて履けなかったんですよね。ちっちゃくて履けない、うん、そう、普通はもうその時点でこの人違うって多分100人いたら、うん、もう100人思うと思うんですけども、だけど裁判官は有罪にしちゃったんですよね。しかも死刑ですよ。そう、うん、だその裁判自体がすごい裁判だなとは思うんですけど、うん、であと過去の例見ると、あれですか、足利事件ですね、はいはいはい、足利事件と東電社員の、はいはいはい、あの2つが無罪として検察が再審始めた、うん、であれの場合ももうどう見たってこれはあの有罪にするこう新たな、あれ DNA 鑑定が DNA 鑑定ができるはっきりしたんで、ね、それでもはっきりしてたっていう、はっきりした、それに近いぐらいはっきりしてるんで今回は。ただ今回は、さ、井上さんおっしゃったように、あのもう DNA はもう参ったとしか言いようがないじゃないですか。違うもんだ。今回はじゃあその味噌のタンクに
衣類を入れた人がいるって、しかも、その高裁の、大善さんは、大善裁判長はこれは捜査機関が捏造した可能性が極めて高いって言ってるわけですから、多分証拠を捏造して人を死刑に貶めたのは今回は初めてじゃないですか、そういう指摘されたのはね。なのでさっきおっしゃったね、その話になるとね結構他にもあると思うんだよ ね、はい、ね、例えば僕はすいません、ちょっと一旦コマーシャル入れてまたちょっとこれ続きやらさせてください、はい、そこで一旦コマーシャルでございます。そう、それが聞きたいんです確かに。せーの、手洗いキュ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 、帰った時もご飯の前も、カワウソくん丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ、東京新聞ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております、アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。すいません、丸山さん、詐欺ちゃって、まあ、さっきね、要するに今回の、事件は袴田さんを有罪、まあ、死刑にするために警察が、証拠を捏造した可能性が極めて高いと。味噌のタンクに、だってそこも散々発生直後に捜査して探したところになかったんですよ最初。それが裁判が始まってもう自白しかないから、もしかしたらこれは有罪取れないかもしれないと、という段階になってきた絶妙のタイミングでこれは物証が出てきましたよって出てきちゃったんですよ。でところがですね、最初の検察の主張は袴田さんはパジャマを着て犯行に及んだっていう、そういう主張をしていたにもかかわらず、パジャマじゃない物証が出てきたもんだから、冒頭陳述書き換えまして主張を変えたんですよね、っていうようですね、いろいろミステリーがいっぱいあったので、まあ、これはもうとにかく警察が、証拠をでっち上げたんじゃないかっていうようなお話をして、ちょっとその話をしてました、で丸山さんがそんなことはよくあるんだみたいな話いや、よくあるとは言わないんだけど、免田事件も結局ねアリバイだったわけだし、はいはいはい、それから佐山なんかでいうとね、これも面白いんですよね、はい、なんか捜索したはずの山の上にね、万年筆がなかったです。はいはいはい、急に出てくるんですよね。急に出てくるんですよね。なるほど。だからまあね、実際に検察がこの証拠を捏造した例っていうのも、なんだっけ、あの人のフロッピー、あ、フロッピーのね、漢字改ざんがありましたけども、はいはいはい、やっぱね昔からそういうことやるんだね、なんか、だからそれある意味で人間の差があるかもしれないけども、そういうことをやっぱり、まあ、なんとか疑わしければせずっていうのは、もう本当にそれでいくべきだということだと思うんです。からもう一つはやっぱり再審にこんなに時間がかかるっていうのをね、いわばまあ再審法の問題っていうのが今、テーマになってきてますけども、はいはいはい、そういうこともやっぱりこの際考えなくちゃいけない。そうですね、再審法の問題ってやっぱ証拠開示の問題ですよね。検察がどれだけ証拠を持ってるのかっていうのをね、きちんと見せてくれないと、再審側は、まあ、ちょっとなかなか、ね、ロジックが作りづらいっていうのはありますからね。10日に三者協議、はいはい、そこで、まあ、そこですぐ決まるわけじゃないし、なるほど、そのあたりからだんだん見えてくるんじゃないかと思うんですけどね。太田さんどうですか、この事件のこのいきさつを。まあまあ、この事件は今まで話されてた通りなんだけど、まあ、この事件だけでなくて、やっぱりその再審法を含めて、あと検察と警察と裁判の在り方みたいな、で訴追されたら今 99% ですか、ほとんど 99% 有罪になるみたいな、だからそこもおかしな話で、でそういうところに多分免罪だとかいろんな問題も出てくるんだと思うんで、この際なんでぜひその辺の海も全部出し切ってほしい、だけどなかなかそうはいかなさそうですね。
まあ、だからあとはその何だろう、まあ、あの報道する側とかですね、あとはあの実際 の, あの、まあ、皆さんというかね、こうあの読者視聴者の方々もね、やっぱりその実はその検察とか警察もあ人間なんで当たり前なんですけど、あの嘘をつくっていうことなんですよ、うん、嘘をつくっていうこととかこういうことをやるっていう、これは多分もう時効なんで、刑事事件問えないと思いますけど、あのフロッピー前田の事件の時はね、あの上司も含めて一応刑事事件として処罰されましたから、本来はまあ要するに警察や検察による犯罪行為なわけですよね。犯罪行為が行われる可能性があるっていうことを常にそういう目で見ておかないと、そういえば丸山さんと話して僕思い出したんだけど、僕はね、あのこういう殺人事件じゃないですけど交通事故みたいなやつでタイヤ痕とかね、あれ作るんですよ、うん、タイヤ痕とかこう、地面に塗って写真撮って証拠にするっていうのは結構言われてることなんで、本当に気をつけた方がいいですよこれ、なので、まあ、そういうことをですねちょっと認識していただければなと思います。それとやっぱもう一つはで、あのいくらあのそういう組織の人たち、つまり気がついてるわけでしょ、検察官も、うん、そう要するに検事だってこう検察官って基本的にあの日本の有数難関試験の司法試験通ってる人たちですから、うん、頭悪くないわけですよ、うん、どう考えても。でこれを信じろっていう方がおかしいわけですよ。まあそうですね。そうですよね。で多分今日現在だってこれ有罪だと思ってる人いないんじゃないですかね、うん、でこれこの間あのね、僕で出演した時にあのお話ししましたけど、一審の静岡地裁の主任判事だった、つまり判決文を書いた熊本則道さんっていう、うんうんうん、あの裁判官の方が、いるんですけど、この人は、これ3人で合議制なんですよね。3人で合議制で、この2人は先輩なんですよ。裁判長ともう1人右陪審でしたっけ、うん、で左陪審が、その判決文を書かなきゃいけないんですけど、この人はもう絶対に無罪だと思う、うんうん、そうですね、だけどこの2人の先輩がこれは有罪、うんにしなければいけないって言ったんだと思います。なのでいやいや有罪の判決文を書かされたっていうことを、この二人の先輩が亡くなってから告白したっていうですね、もうこれ衝撃的な事件があるんですよ。そうですね。そこで自分で私は殺人未遂を犯したとまでおっしゃった、ね、いやそうなんですよね、でこの、うん、でこの人自身なんかね、あれですよ、なんかあの両親の呵責でなんか酒に溺れて結構大変な人生だったらしいんですけども、これはあのこう暴力的な取り調べで自白に追い込むのは刑事なんですよ、警察なんですよね。なる、警察です、ですよね。でそこから検察に行って訴追するんですよね。はい、そうですそうです。でこれあの証拠を捏造したのは刑事なんですか。多分警察です。警察ですよね。警察でしょ、ですよね、はい、僕あの割とアメリカのドラマのロー&オーダーって大好きでよく見るんだけど、警察から検察に行く間にものすごいやり取りして喧嘩するんですよ、うんうん、いやそうですね、はいはい、でほとんど検察はあの、まあ、性犯罪の番組なので、はいはい、あの訴追したがらない、うん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 、で無罪になることがすごく多いんだけど、うん、だ日本はそうなってないってことなんですかね、まあ、そうですね。検察の本来の機能が生きてないってことですよね。そうです。弱くしなきゃいけないね。本当は警察がそういう無謀な取り調べしてないかどうかをチェックしなきゃいけないのが検察なわけでしょ。そこはね、ちょっと皆さん意見違うかもしれない。僕の知る限りでは、うん、あの結構だからそういうことが起きてますよ。だからやっぱり警察、うん、現場の刑事さんたちはどうやったらその検察官に納得してもらえるかっていうことを目指して証拠を集めるんですよ、うん、だから今回みたいなことはでその後、検察はこれだったら有罪が取れると思って、起訴をするんですよね、うんうん、でその後にこういうことが起きると検察も警察の仲間になっちゃう、そういうことです、ね、自分がのことで反抗したから反抗というから、そういうことですよね。そういう意味で言うとね、この、特報面、あの東京新聞特報面でやっぱ怖いなと思ったのは、さっきから何度も出てくるこの検察 OB っていうんですか、うんうん、幹部 OB のつまり起訴した事件が無罪になると人事で不利益を被ることもあるっていうそこですよね、ことが、まあ、見出し取られてるんですけども、うんうん、まあ多分そういうことも含めてやっぱこうなんだろうな、態度を硬化させるっていうか、普通の人が考えればどうか袴田さんやってないだろうっていう
ことを、いややってるんだっていうことを言い張ってしまうっていう、うん、これはあれですよね、新刑事訴訟法ですよね、この事件は多分。あ、そうなんですか、最初の、うん、1966年ってのはそうだと思うんだよね、はい、でそうするとね、やっぱりやっぱ暴力はいけないんですよ、うん、あ、そのだからそういう取り調べの暴力ってまだそういうのが残ってたってね、自白偏重が残ってたっていう、いやだから最初の一審の静岡地裁の判決は有罪なんですけど、すべての自白調書、ほぼすべての自白調書は証拠採用されなかったんですよ。最後一件だけ自白した検免調書っていうのがあって、検免調書っていうのは皆さん検察の、検察が取る調書ですね、検免調書一個だけ採用されたんですよ。つまり証拠それしかなかったんですよ。で裁判始まったら、私は自白はさせられたんで、うん、やってませんって言い始めちゃったから、うん、物証はないかって探したら、うん、出てきちゃったんですよ。ああ、なるほどね。だからその破棄されたっていうのはみんな暴力付きなやつですね。そういうことだから神経訴法の下でもそういう自白偏重のなんていうか取り調べがあって、はいはい、いう話なんで、ね、はいはい、これは多分共同がね、あのなんか常駐家みたいなやつですごくいい記事だったんですけど、当時のやっぱりその、いくつかもう自白偏重で無罪になった事件があったっていうこともあったんで、今回そのなん証拠採用されなかった。静岡県警って結構ね、そういうなんかなんとか議官っていう人がいてね、うん、いろんなのが起きてるんですよね。なるほど、うん、島田事件とかさ、二俣事件とか、うん、静岡です、うん、静岡です、うん、だからね、うん、そうですね、うん、あともう一個指摘しておきたいのは、結局その静岡地裁に最後戻されて第二次再審請求ですけれども、うん、静岡地裁がこれは再審決定ですよって言ったのが2014年ですよ、うん、あ、2014年に静岡地裁で、まあ、同じようなこと言われたんですよ、これ捏造したんじゃないかって、うんうん、いうことを指摘されて、それで袴田さん釈放されたんですよ、うん、そうですね、それから9年ですよ、もう9年ずっと検察で、それでまあ静岡地裁が、検察はそんなの納得できないっつって東京高裁行って、東京高裁1回戻すんですよ、まあ、ダメだっつって、で今度は弁護側がじゃあ最高裁に聞いてくれっつって最高裁聞いたら、最高裁はもう一回ちょっと高裁でやり直せっていう話になって、で今度高裁でさっき言った大前裁判長がいやこれ捏造だよっていう話になって、で9年もかかるんですよ。っていうこともですね、本当皆さんぜひ知ってほしいのと、検事は頭が悪くないんだから、袴田さんがやってないって知ってるでしょうと、知っててこういうことを繰り返してるって、いかもう著しく正義に反すると思うんですけどね、うん、あとは思い込みというか、立場上本当にそういうふうに思い込むっていうのかな、東電社員さんの時、はいはいはい、この前もちょっと話したかもしれないですけど、うん、うちの検察担当の記者が当時の最高検が高検の、まあ、検事生かな、まあ、最高指揮者ですよね、彼の懇談だから多くの記者がいるところで言った話が、無罪になったけどって話、無罪だけど無実じゃないぞっていうふうに言うんですよね。だから彼らはそこまで言ってもまだ、我々は彼らがやってるというふうに思い込むというのかな、うん、いやその思い込みっていうのはねありますよ、その本当に。で検事さんたちはそういうふうに思い込んでるでしょ。だから結局例えば新聞記者が取材に行ってももう本当にその通りっていうことを言うわけですよね。でところが弁護士さんのところに行って話聞くと全然違う話になった、これおかしいでしょ、うん、おかしいでしょ、うん、でまあつまり部内で困っちゃったりするとかね、うん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 、あるんですよ実際ね、うんうんうん、そうですよね、うんうん、いやだから疑わしきは被告人に有利にっていう原則があるわけじゃないですか。そこにもう変えるしかないんですよやっぱり、うんうん、で仮にねその中でこう許されちゃう人がいてもね、うん、それは仕方がないということだと思うんだよね、うんうん、だから本当に間違いは人どんなエリートで間違いを犯すし、だからエリートのその弱さとこうまあ過ちを犯す愚かさというものほどきちっとしっかりとチェックをしていかなきゃいけない、そうですね、でそういう人たちもそういうところがあるよなということをしっかりと
まあ、チェックするような、まあ、報道以外でもですね、そうですね、システムというのかな、うん、だからアメリカのようにじゃあ裁判制度で検察だとかね、うん、裁判官が決まるのがいいのかどうかということもこれありなんですけど、うん、あれあれでまた問題があるんでしょうけど、うんうん、だから、まあ、確かに、まあ、自分の人事っていうのが一番大きいでしょうから、検察にしても、ね、あの裁判官にしてもね、だからそこら辺が司法制度としてどうなのかなっていうことも考えていかなきゃいけないと、うんね、そうですね、うん、まあ、もし本当にね、袴田さん、あ、まあ、本当にっていうか袴田さん、僕はもうあの無実だと思いますけどね、無実だとすると、もう一つだから警察、検察が犯した大きな罪は、本当の犯人を逃がしてるっていうことなんですよ。あ、だから要するに袴田さん以外の可能性っていうことを考えてきちんと捜査していたら、もしかしたら真犯人が捕まったかもしれないと。で、その可能性を最初から放棄して、袴田さんに自白させて、自白しかない状態で裁判に持ち込んだっていうところは、本当になんていうのかな、不正義だと僕は思いますけどね、ということで次の記事聞かせてください。3番目の項目はこちらでございます。2020年熊本で死産した双子の遺体を自室に放置したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム人元 技能実習生の上告審判決で、最高裁第二小法廷は被告の行為は遺棄に当たらないとし、一審二審の有罪判決を破棄して無罪を言い渡しました。元技能実習生によるはようやく無罪となりましたが、孤立出産に至った背景には技能制度の問題があります。外国人を安価な労働力として扱ってきたこの制度の非人道的な労働環境や処遇は抜本的に見直す必要があります、ということなんですけれども、いわゆる、ベトナムからやってきた、まあ、女性の、元、技能実習生の女性24歳の方がですね、子供をですね、双子を、まあ、死産したと。で、それがですね、死体遺棄に問われたということで、一審二審有罪だったんですけれども、最高裁で逆転無罪が言い渡されたということで、これはこの新聞記事を、一連の新聞記事を読むと、これ、まあ、大きく分けると、今私が読んだように技能実習生の問題っていうのもあるし、それからうん、こういうそのなんていうのかな、その死産っていうかね、あの死産に対するその扱いっていう2つの問題があると思うんですけど、太田さん、ちょっとまずこの技能実習生問題についてちょっとからの観点から、ちょっとどういうふうにご覧になってますか。あの、まあ、あの中高の同級生でもピーマン農家のやつがいるんだけど、うん、あの実習生いないと成り立たないっていう、あ、事実上、はいはい、で、まあ、その安価な労働力として実習生の形で入れてくるっていう、まあ、本当に良くない制度だとは思うんだけど、現実は結局農家がやっていけないわけですよね。だからやっぱり日本の農政そのものが、だから次の畜産の問題出てきますけど、がやっぱり歪んでいて、で、価格と労働力が合ってない、それとやっぱり輸入の問題ですよね。だから、あの、門戸開放しなきゃいけないいけないっていうんで、輸入が増えてどんどん、うんうん、あの農家が圧迫されている中で、人件費削減するためにこういうことがまかり通っていく、うんうんうん、でその中で起こった悲劇なんですよね、うんうんうん、なんでまずはこの技能実習生の制度そのものを考え直していく必要があるのかなと思いますけど、ただ、うん、あの安い労働力がいることはいるんでしょうから、うんうんうん、じゃあそこのこう手厚い何かを付加していくのか、もうここの制度そのものを悪だとして切れるのか、その辺の実態がまだ整ってないのかなとは思いますけどね。僕はね、やっぱね、これはあれだと思うんですよ。その技能実習生制度っていうのは、うん、ある意味では、あのね、うまく運用すれば別に悪いことないし、うんうん、いろんな形で入ってきてる人たちっていうのはいるわけですよ、うん、あとちゃんとしてるとこもありますからね。問題はね、やっぱね、そういう人たちに対する、そのなんていうのかな、人間扱いしてないってことなんですよ。うん、だって、まあ、元々はその安価な労働力として見てないからですね。結婚はしないかもしれないけども、仲良くなっちゃう人って、ね、いるに決まってるわけですよね、うんうんうん、それいなかったらむしろおかしいぐらいですよ。そうです、そうです。だからそうしたらこういうケースが起きるのは当たり前なんですね、うんうんうん、それでだからその時に誰にも相談できないなんていう、そういうこと自体がもう、うん、
そもそもダメだし、うん、そういうことをやったらクビだぞっていうのはこれもダメなんですよね、うん、そうですね、うん、だからその彼女の場合もね、まあ、妊娠してないかっていうことをその、まあ、管理団体っていうんですか、うん、管理団体その、まあ、送り届ける人たちにこう聞かれたり、まあ、中絶しろみたいなことを言われたケースがあるとか、うん、そんなことが書かれてますよね、うん、まあ、つまり妊娠して子供を産んじゃうと、つまり労働力としての、そう、あの効率が下がるからっていうことですよね、うん、それはちょっとどうなのかなっていう、本来これはあの法律上で言うとその日本の法制度が適用されるんですよね、うんうん、その本来はね、実習生にだから日本の法制が適用されるということはどういうことかというと妊娠だとか出産理由に帰国だとか退職は、うん、あのまかりならんんですよ、うんうんうん、ただ実態はお前もちょっと役に立たねえから、うん、安価な労働力としては役に立たねえから、うん、返すぜっていうような、まあ、反社会 的な、うん、あの適用されてるっていうことの問題点ですよね、うん、で、まあ、そこら辺が一番問題で、あのきちっとあのチェックをしていかなきゃいけないということだと思うんですけど、ただもう一つの問題点は山本さんおっしゃったように、もう一つの問題点はこれがじゃあこういう事件があった時にどう解釈されちゃうのかっていう、でこの裁判で一審と二審でこれ有罪されたのを見るといくつかは問題点あるんだけど、うん、なんていうのかな、ここの裁判官がこう審理する中でこういう状況と過酷な状況が実態があるぜということはほとんど勘案されてないんですよね、うん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 、だからこの人がなんでこういうことをせざるを得なかったっていうのが、うん、こう審理が行き届いてなくて、そうでなくてこの形状としてそれが死体遺棄に当たるのかどうかという形状理論になってるんですよ。あ、なるほどね、うん、でそこら辺でも血も涙もないと思うのは、うん、そう子供をこう自分なりに最低限弔うっていうんで、要するにこうテープをしたりなんかしたらそこに手紙を忍ばしてだとか、でだけどいろんなことを考えて、まあその手紙とこうなんていうかな、子供たちが一体化する状況も作りたかったんだろうけど、それでテープをしたのが隠蔽に、二審の方はね隠蔽に当たるとしてこれが死体遺棄だとかね、非常にこうなんつうんですかね、この人の状況、人間がこういう方になったらこういうふうな心理状態になるというような、この血の通ってない心理と判決という気がするんですけどね。そういうことですよね。あのでね、あの、まあ、最高裁が一個言った判決にもこれ本当はあのなんていうかね、死体遺棄の構成要件を満たしてないっていうことになるのかな、うん、多分そういう、 こう判決なんだろうと思うんですよね。だからそういうことから言うと、そのまあ、これがね、あの、まあ、誰でもこういうことこの程度だったら大丈夫だっていう話になるじゃないですか、うん、はい、でも本当はね誰でもじゃなくて、あのこういうあの普通の人、普通のっていうか日本人だったらこういうことをしないだろうと思うんですよね、多分ね、うん、そのこの普通に生活してる人だったらね、だって、まあ、近所の人がしたりなんかさ、どうしちゃったのっていう話になるわけだから、はい、ところがそういうことを一切こう車掌しちゃってるっていうのがこの実習生問題なんですよね、うんうんうん、でだから本当にこれ日本の入管行政全体の問題としてやっぱりね、本当考える必要があると思うんですよ、うんうんうん、外国人労働力どうするかっていうことと、それからそのそういう人たち入ってきてどうしても働くことは必要なんで、うん、で働いてもらうことは日本の経済にとっても必要なんですよね、うん、でそういう状況の中で一体来た人たちをどうやって迎えるかっていう、やっぱりそこにね、今の経済主義みたいなものをこうなんていうかな、それでそのまま当てはめていくっていうのは間違いなんで、うんうん、やっぱりあの、ま、考えなくちゃいけないんだろうと思うんで ね、うん、そうですね。でこれあの、うん、実習生に限らず孤立出産で死体遺棄に問われる事件って毎年あるわけですね。女子大生がどうのこうのとか、うんうん、でその時に第一に保護されなきゃいけないこう産後の母体がなおざりになって、うんうん、取り調べられたりとか、ね、でそれをあのキャッチした行政が警察を呼んじゃうんですよね。だから保険とか福祉がケアするんではなくて、まず警察が入って取り調べになって、で死体遺棄っていうふうに言っちゃうんだけど、だから
ね、この新聞にもガイドラインが必要っていうんだけど、そもそも孤立出産が起こってしまうこと自体が本当は社会がきちっとしたセーフティーネットがないってことなんで、そこからやっていく必要ありますよ、ね。うん、ね、少子化問題もね、実はこれつながってるんですよね。だから、ね、妊娠したのに安心して産めなくてなんかこう、ね、自宅でこう流産しちゃったりすると、うんうん、警察行けみたいに言われるらしいですね。結婚外の出産っていうのをね、うん、ある意味で相当多めに見ていかないと少子化問題なんて解決しないですよ。実際に結婚なんかできないんだから今みんな、うん、そうですね、うんうん、でも結局少子化の中で働く人間が足りなくなって、うん、この技能実習生っていうのはもう、うん、まあ早い話が移民政策ですよね。いや、そうです、そうです、はい、で欧米、特にあの欧州 あのスウェーデンとかっていうの方は移民のケアを図書館がやるんですね。へ、うん、であの国のアイデンティティを失うと犯罪に走ったりおかしなものになっちゃって、うん、それはで日本は今図書館そんなことやってるところほとんどないですから、でその発想はね、日本一外国人労働者が多いのが岡山だったかな、どっかで、うん、3.8% とか言ってるんですよ ね、うん、ね、全般だと 1% ぐらいですね。なんでそこまで行っちゃってるんで、だからもう中途半端な技能実習生ではなくてね、うん、だからどれだけの労働力として、まあ、移民というかどうかは別にしてねを受け入れるでいかないとこの先日本って多分成り立っていかないんだろうから、うん、だからそれがだからさっき僕がちょっと言ったあのこれもだから まさにその安倍政治の悪夢の安倍政治のやっぱり負の遺産 で、ね、要するに結局安倍政権当時ずっとその、まあ、彼の、まあ、岩盤支持層っていうんですかね、うん、岩盤保守層がやっぱりこの外国の受け入れ外国人の受け入れとか外国人に権利を与えるっていうことに対してものすごくアレルギーがあって、うん、まあ、それに反対してきたわけじゃないですか。なのでやっぱりこう移民なんだけど移民って言えないから、うん、こういうその方便みたいな抜け道みたいなものを使って、外国人の、まあ、その労働力をどんどん活用しようとして、まあ、そこでこういう人権無視みたいなことが行われていたっていう非常にそのこれも本当に安倍政治の本当負の遺産の典型かなと思います。でだんだん今日本が今度魅力のない国になってきてるん で、ねうん、人が来なくなってるんですよ ね、うん、そうね。だからこんなことしてるとどんどん人が来なくなっていくんで、うん、まあ、そうでなくてもねあの円安になって若干その労働力が離れてったっていうのに観光だけかよみたいな話になってくるから、うんうんうん、だまあそういう意味では本当に移民の活力っていうのは一番必要な国にもかかわらず、うん、まあ純粋な日本人による日本みたいなね、うん、要するに国家間を、まあ、安倍さんは少なくともそういうふうな壊し思想には、うん、あの与えて、うん、まあ、それがこう増幅したっていうところがありますからね、それは非常に大きいですよね。確かに、うん、入管法なんか見るとまさにその、ね、あ、そうですよね、入管法とかね、あと難民の認定も全然してくれなかったりとかね、うん、で入管法はさらに強化するって言ってるんでしょ、改正でね、解約するっていうね、あ、そうなんですね、うん、まあ、というようなことでですね、本当に、まあ、一つのね、これがでも、まあ、一応最高裁がねこういう判断をしたということで、まあ、きっかけになっていろいろなこう環境整備とか、ね、ガイドラインとかこういうところが進んでくれるといいかなと思います。これはだから、まあ、一つはもう繰り返しになるんですけども、そういう技能実習生どうするか問題、うんうん、まあ、その、まあ、労働力とかね、だから移民受け入れるかどうか問題っていうのと、それからやっぱり孤立出産の、ね、まあ、問題とね、2つの問題がこうハイブリッドの事件で、両方に対してやっぱりこう何ていうのかな、 ある種の波紋を投げかけているというかね、我々にこう考えるきっかけを与えてくれているというか、まあ、そんな事件だったんじゃないかなと思います。この、無罪になったこのベトナムの女性もね、安心して産める社会を、目指してほしいみたいなことをコメントしていたということで、そんなふうに考えていただければなと思います。それではですね、次の問題、行かせてもらいます。これもね、関連するということをね、丸山さんおっしゃってますけれども、自民党の、子ども若者輝く未来創造本部、
もう一回言いますね。自民党の子ども若者輝く未来創造本部というのがあるんですね。は、政府による少子化対策のたたき台への反映を目指すポイントをまとめ、児童手当の所得制限撤廃や保育士の配置基準見直し、小中学校の、給食無償化など、これまでも必要性が指摘されながら、政府・自民党が事実上放置してきた、もう一回読みますよ、政府・自民党が事実上放置してきた政策を列挙しました、優先順位や実施時期などに触れないなど、実現性を度外視しているともいえ、統一地方選や衆参、後補欠選挙へのアピール材料にしたい思惑も透けて見えます。でこれ丸山さん、アピール材料そのものですよね。どう思います？いやもう、あ、僕ね本当に、ね、あの岸田さんなのかこの何とか本部の中なのかわからないけど、実際この問題について分かってるのかなって思うんですよね。あ、うん、子供若者輝く未来創造本部、はい、つまりね、はい、要するに少子化ってどうして少子化が起こっちゃったかって、うん、で僕に言わせるともうこれ話はあのなんていうかな、もう総合的なこう日本の社会の在り方の問題なのでね、はい、つまりまず結婚できないとこから始まるわけですよね。そうですね、はい、結婚できない、なんでかっていうとこう食えないからですよね、うん、一人じゃとてもあの生活できない、まして結婚なんかできない、うん、でそこから始まって、でじゃあ結婚したらどうしたか、狭い我が家でね、長野の楽しい我が家ができない、作れない、住宅費の問題もあるだろうし、いろんなその手当の問題もあるだろう。で、その結婚して2人で子供を作るっていうことについてだって、今不妊手術もものすごくお金かかるんだそうですね、はい、うん、だからそんな問題まで含めてあのこう対策なんて全然ないわけですよ。それからあの結婚した今度は、まあ、じゃあそれでも結婚して一緒に住み始めてどうなんだ、子供が子ができたとしますよね、うん、できたらどうなのかっていうと、今一生懸命やってる児童手当とかそういう問題になるんだけども、うんうん、そこをどうするか、うん、それから、共働きですからね、大体そうすると一人の収入がなくなっちゃった場合にその休みを取るのが無給なのかどうなのかという話になると、うん、それから、まあ、ここに書いてあるように生まれたところで今度は保育士預けたいんだけども、その預けるところもこれも大変だと、うん、それから保育所だけじゃないんですよね、それ今度小中学校に上がってでしょ、給食費無償の話ありますけど、小学校低学年の子どもをこのなんていうかね、ケアする場所っていうのはね、今やっぱりまだ不十分なんですね。なるほど。そういう問題というのはこう必ず残ってる、うんうん、であとはもうちょっと上に行くとこの学費の問題になるし、奨学金の問題になるし、うんうん、勤めると今度は奨学金を返すか返さないかって話なんですね、うんうんうん、それはねあのそういうことを考えたらね、一体ね、うん、子供って必要なのみたいな話になっちゃうんですよ。はいはいはい、ネガティブなことばかり、ね、だからね、うん、そこはね本当にそうじゃない可能性みたいなものをね、うん、やっぱりこう追求できるっていうか、うん、提供できるような社会でないと、うん、ダメだと思うし、そこに本当にねこう進んでいくべきだと思うんだよね、うん、そうですね、うん、まあ、まさにね子供がどんどん減っていくってことは、さっきのちょっと問題になった労働力もどんどん減っていくということにもつながりますね。ちょっとどれぐらい深刻かっていうのをこの新聞記事を読ませていただくと、厚生労働省の人口動態、統計速報によると、2022年に生まれた去年ですね、赤ちゃんの数は79万9728人、1899年の統計開始以来、初めて80万人を下回り、政府の推計より11年も早いっていう。ことなんですね。つまりどれだけ深刻かっていうことですよね。あとちょっと丸山さんの今の話でね、俺ちょっと、確認したんですけど、あれです、あの菅政権の時に一応不妊治療保険適用、菅さんがあの人気取りのためにやってくれたんで、一応それは保険適用になったって書いてありますね。あと最近なんか菅さんは出産費用も保険適用にすべきだということを発言されているそうですが、そちらはまだ実現していないという、ね、ことなんですけども、まあ、稲熊さんもなんかこの
要するに輝くなんとかとかの本部の発表は選挙対策に違いないと思うんですけれども、うん、どうでしょうこれ。あのだから今丸山さんがおっしゃったようなことを、うん、そうしたいやその概念として今子育て罰という言葉がね、うん、あるらしい、はいはいはい、つまり子供をあの持つことによって要するに親子とも、うん、ものすごく苦しい生活とか、うん、苦しい人生を味わうというような、だからまあそういう状況にあるので、それはやっぱり地道に一つ一つ解決していかなきゃいかんもんだよ、うん、まるっとして昨日ちょうどねあれが、試案が発表されたんだけど、それで輝くというような、うん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 、それで大枠として、まあ選挙対策で綺麗な言葉だけ使ってるんだけど、その地道なところが全く抜け落ちてるということで、まあ一番大きな問題としてはまず財源が全く確保されてないということ、昨日試案も発表したけど全く財源がない。で岸田さんはどうも社会保障費からということを言い出したらしいんですね。まあ増税消費税はできないし、うん、あとは国債だとツケを回すことだから、うん、まあ、子どものためという趣旨から外れるし、うん、でも社会保障費だとやっぱり高齢化だから高齢者に対するね、うん、ものだといろんなものの負担があるのに、あの子育てどうなのかということ、まあ一番大事な財源なんだけど、ね、そこが全くなされていないと、うん、それとあとはやっぱり一番こういくつかポイントあるんだけど、一番大事なのはあの要するに、育児休暇の男性の協力、うん、これが一番大きいらしいんですよ、うんうん、根本的には。で、あのなんだ欧米もそこが一番、欧米といっても特にフランスだとかね、ここは成功してますよね、はいはいはい、そこはやっぱりあの男性の方の夫の方の育児休暇率がドーンと上がったことによって上がってるんですよね。だから一番ポイントなんだけど、日本は、ま、全くそれが、女性が 85% に対して男性は 13% だと、うんうん、でここを、伸ばしていくっていう施策がほとんどなくて、うんうんうん、27日間だけ要するに給料払ってというのが今だして1ヶ月に満たないのを、うん、手当を、出させるということはどうなんだというようなね、非常にこう大事なところは手が薄い、うん、それとあとはあの保育所の問題ですよね、うん、これもあのうちが今日あの頭の方で書い一面の頭で書いたんだけど、要するにあの保育士一人当たりが見る人数をね見直していこうって言うんだけど、それほんのちょっとだけなんですよ、うん、だから、見直していくって言うんだけど、それには保育士を増やさなきゃいけないけど、その施策が全くないとか、だからこう綺麗な言葉だけ並べるんだけど、それを担保する具体策は一個もないと、ましてや財源もないと。だからこれはほとんどダメである。だからそれこそ財源で言えば防衛費をね、ドカンと増やしていって、そこら辺であの結局そこら辺のこう政治的判断がなきゃできないんですね。だから野党はもっとそういうことを主張して選挙すればいいと思うんですけどね、防衛費にいくら使うんだったら子育て支援にいくら使うっていうようなことをね、うん、言えばいいのにね、はっきりしてきますけどね、うん、太田さんどうですかこれ。もうこの子ども若者輝く未来創造本部っていう言葉に全てがあってもう今さら輝く未来とか成長戦略とか言ってる時代じゃないと思うんですよね。だから下り坂でもう成長、うんが難しい社会の中でどうやってあの少子化止めていくかっていう根本的な議論しなきゃいけないんだけど、こんな対処療法みたいなことばっかりやっててね。で多分これ全部足引っ張ってるのはあの統一教会の時に吹き出した気持ち悪い家族感持ってる人たちが足引っ張ってるわけでしょ。はいはい、僕もそう思います、はい、でそういうことでいろんな少子化の問題がこうちゃんと手をつけられなくなってるんですよね、うんうんうん、でその時前もちょっと言ったと思うんだけど、 WBC の栗山監督が WBC の直前にどうしても会ってほしい人がいるって言って僕連れて行かれて会ったのが栗山監督だったんですけど、うんうん、去年の12月ぐらいだったかな、うんうん、でもう WBC に入るっていうところだったんですけど、うん、で図書館作りたいって
ておっしゃってて、ほうほう、はいはい、栗山監督が、うん、栗山さんあの1ヶ月の本100冊買う人なんですよね、うんうん、ああ読書家なんですよね、すごい読書家、はいはいはい、栗山ノート、そうですね、うん、でなんで図書館なんですかって聞いたら、その自分は子供の頃から野球しかしてなくて野球が大好きだけど、うん、少子化で今日本中でチームが組めなくて日本中の野球のチームが潰れてるんですよ、9人集まんないんだ、集まんないんですよ、はあ、でもうこのままでは日本の野球文化が廃れてしまうと、うん、で自分の大好きな野球ができなくなると、うん、だから自分は図書館を作って未来を背負う子どもたちとか今の大人たちもそうなんだけど、社会その少子化っていうのは社会が間違ってるんだと、うん、安心して子どもが産める社会にするにはどうしたらいいんだっていうのを勉強してほしいんだと、うん、だから図書館作りたいんだとおっしゃってて、それはなかなかニュースじゃないですか。でもう一つはあの、ね、でもう一つはウクライナ戦争のこと言ってて、やっぱり戦争になると、うん、あの野球なんか真っ先に消される、ね、だから大好きな野球を続けていくためにはいかに戦争をなくすか、うん、みんなが考えてほしいんだと、だから図書館だとおっしゃってて、うん、わこの人面白いなと思ったんだけど、うん、そういう報道はあまりないね、洪水の誰かに言った、あいやもうあちこち、あ言ってんだ、うん、日本中で図書館の講演するとき今枕で言ってるんですけど、悪いけど東京新聞でそれ大きくまずやりやる、うん、だからちょっと記者紹介してあの記事にしてもらってくださいよ、いい話じゃないですか、この人面白いなと思ったんだけど、だからでもそれって本当根本的な話 でこの問題って教育から本当は考えていかないと、で図書館って社会学習とか社会教育とか言われるんだけど、やっぱり日本ってその社会教育とか社会学習がもう全然ダメなんで何にも機能してないんで、だからそこから本当は変えていって、だから子供を産んで育てるとかっていうのは社会教育の分野だと思うんですよね。そうですよね、うん、だからそこだと思いますよ、うん、そうですね、すみません、ちょっと一旦ここでコマーシャル挟んで、またちょっともうちょっとだけこの話し続けさせてください。一旦コマーシャルでございます。大田さん、マジん真面目な話、その話ちょっと、はい、こんばんは、ヘンリー鈴木です。いきなりこんなちょっと昔のね、うん、日活のこのセットがいいよね。セットがいいですか、うん、我々ほらあの深夜放送全盛期に、はい、あの中高大学だったから、はい、DJ 憧れてたけど、稲熊美さんです。近年は人しない、いつもあの台本の段階では、8分ぐらい尺があるんですけど、うん、いざ始まってみると、ね、最悪2分とか、ね、2分とかね。スポーツはあの社会であり文化でありね、スポーツ記者っていうのは本当によくあって、いきなり核心に行くと、何にも一言もないまま終わっちまうぞっていうのはなんかこう空気感あるんですよね、うん、でもそこを聞かせなきゃ、質問なの話してもらわなきゃ、それいい意味で裏切ってくれれば、はい、なおもちろんいいんだけど、私あの一筆入魂ライターって分かりにくいから ねいやいやいや、ちゃんと書けよだよなちゃんと例言いましょうかね、あの俺は言いたいよ、変な原稿は、うん、中間さんの原稿をそのうちあの紹介していきたいと思います。名アドレスだから、スポーツアットDMCR、ヤギさんじゃないよね。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしておりますね。なんか、ね、太田さんからいきなりなんかこうとっておきの話が出てきましたけどね。栗山監督は確かなんか選手になんか論語とそろばんを読ませてるっていうね報道なんかありましたけどね、すごい本が好きな方っていうことなんですけども、まあ本当に一向に進まないこの少子化の問題なんですけども、やっぱ財源の問題でいうとね、やっぱりその国家にとって何が脅威なのかっていうことを考えると、まあこれ何度もここで言ってますけどね、じゃあロシア攻めてくるのか、北朝鮮がミサイルをじゃあこの日本に本当に撃ち込んでくるのかとか、中国が本当に沖縄に上陸してくるのかっていう、その脅威の可能性に比べたら子供がいなくなっちゃうっていう脅威の方がどれだけもう今そこにある脅威なわけですからね。これに対してなんでお金使わないんですかっていう話ですよ。しかも、岸田さん、まあ安倍さん時代からですけども、安倍さん、岸田さんがやっている防衛力強化っていうのは、防衛力強化じゃなくて、アメリカの武器を買うっていう話で、全然防衛力強化じゃないんですよ。それでも、やりますかっていう話で、
なんでこの子ども若者輝く未来スポーツ本部のこの本部長は茂木さんね、あの幹事長ね、茂木さんですけども、はなんでその防衛費を削ってこの少子化対策に使うってことを政府に提言するとかぐらい言えばいいのにとか思いますけど、そういう話が一切出てこないで、まああれもやりますこれもやりますの羅列なんですけどね。やっぱりこう丸山さん、もう改めてなんですけど、このガラッと変えなきゃダメですよね。そうですね。だからガラッとどうやって変えられるのかね。本当にそう、そういうふうに思うんですよね。このね、なんかね、もう一個ね、この性交渉未経験っていう、 こう新聞記事があって、同じですよね。うん、女性 14.8%、男性 19.6% ってこの、20歳から49歳対象にしたオンライン調査で、でもこれも結局この記事の分析によると、やっぱり潜在的には若い人の所得の低さが関係してると。そうです。そうです。いうふうに書いてあって、あとある、まあ、指揮者の方は、つまりこの30年間のまさにさっき言った失われた30年ですよねの経済的な経済政策の失勢が原因だと、過去30年の経済政策の失敗が原因だということも指摘されていると、労働時間が長くなり、忙しくて、性関係が伴う恋愛も面倒になっているというようなことがですね、まあ、非常にこう増えてるっていう。そう、面倒になってね、うん、要するにもっと効率的な方法はないだろうかと、こういう話になるわけですよね。だからやっぱり本当にね、その辺のところについて自分たちのいる位置をもう一回ちゃんと確認した方がいいと思うんだけど、国連がね、去年の3月に、世界幸福度ランキング2022っていうのを発表したんだって。でこれによると日本の順位って54位なんだろう、だから先進諸国で最下位だって、だからで特にね、指標となる人生の選択の自由度ってのがあって、これがだから一番この問題だという話を書いてる人もいるんですけどね、そういう話、全くそういうことだろうと思うんですよ。で僕はそれこそね、夢を持って、僕は将来その、ね、WBC で何とかするんだと、こういうね、そういう少年たち少女たちがどんどんできてくるといいわけだけど、そういうふうな話までこう奪われちゃう、とてもそんなのお金がないからできないやって、うちの、ね、お母さんそんなの認めてくれないみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。そこら辺からもやっぱりね、大事なことだなという気がしますよね。夢へのアプローチでコストがかかるっていうのがね、今なっちゃってる。まずは夢見るんだけど、夢を見れないような、だから今あれでしょ、前はなりたい職業で、まあ、サッカー選手、野球選手、最近だと YouTuber、あるんだけど、ここのところ会社員っていうのはサラリーマン会社がどんと増えてきたんですよ。だからそれがトップらしいんだよね。それがトップになってきちゃって、小学生以外かな、幼稚園以外か、小学生でも上になってきた。だからそれだけまずは、まあ、なんとか夢を見る前に現実をみたいな感じになっちゃってるんでしょうね、やっぱりね。さっきの栗山さんのなぜ図書館かっていう話で3つ目の理由があって、その自分は野球が大好きで野球しかやってこなかったんだけど、甲子園行ったりプロで活躍するのはほんの一握り で、で自分の周りには野球しかしてない子がいっぱいいてね、でたくさん不幸な人生を歩んだ例をいっぱい見てきたと。ああ、そうですよね。分かります。だからその夢、野球だけじゃなくて、せめて本を読んで勉強して社会のことを知ってほしいんだって、それが3つ目の理由でした。だからやっぱり個人の勉強もそうだし、社会としてね、そうやって夢を追っかけて慣れなかった時にでも安心みたいな、まあ、それがまさにリスキリングですよね。そうね、スポーツもそうだしね、やっぱりほら芸術の分野もそうじゃないですか、音楽だとかさ、なんだ演劇だとかね、そういうことばっかしやってとても食えないってね、結構いっぱいいるわけだから。そうですね、そうですね。あとこの、さっきの技能実習生もそうだけど、この性交渉未経験問題とかもそうなんだけど、コロナの影響をやっぱりものすごく受けてるんで、孤立化とかそういう問題で、だからこれからどんどんここ3年のコロナの悪影響って吹き出してくると思うんで、もっともっとひどい状況になるんじゃないか。いわゆるコロナジェネレーションっていうのは、あの頃に高校、それこそ青春は密なはずの、青春は密でなかった子たちがすごくこうある意味でこうトラウマを負ったようなことがどうね影響してくるか。だからそれは
あのケアしてあげなきゃいけないしね、うんうん、その世代の子たちをね、だから、なんかこう物事の価値判断が共感だけになっちゃってるとかって指摘してる先生方も多いですけど、その共感だけで動いてしまうもんだいいねだね、そうそう、いいねで、だから社会を知るとか、まあ、教養とかそういうものがどんどんなくなってきちゃってる中で、どうやってもう一回社会を作り直すのかって、これはすごい深い問題だと思いますよね。まあ、これでもいずれにしても本気で考えてもらわないと ね、 そ, うね、いやそのためにも財源を何とかするっていうのをまず、ね、決めていただいて、それ多分重要なのは、あの太田さんがご指摘あった、やっぱりあの統一教会に影響された気持ち悪い家族観って言いましたけど要するにやっぱこう家族はこうじゃなきゃいけないっていうね、その呪縛をやっぱりちょっとこう外れてこう考えても、やっぱ子供はみんなで育てるんだみたいなね、なんか家族第一で、うん、なんか社会っていう視点がないんですよね、うん、そうですね、うんうん、ちょっとその辺もだから家族主義っていうのが、まあ、実はね天皇制につながってたりね、うんうんうん、そういうことの中でいわゆる旧来の秩序っていう、うん、で、まあ、それは、まあ、例えば潔癖症みたいなところまで、うん、つながっている可能性がある、うん、だからフランスや北欧で成功したのは、さっき言ったように男性があの育児をどう、うん、男性があの育児を、男性とプラス社会ですよ ね、うん、そうですね、で社会がサポートして、ね、それで、あとは、うん、あの結婚というものにとらわれないとかね、婚外子ですよね、婚外子、婚外子きちんと認めるってことですよね、うん、それがですよ、いわゆるあの統一教会が言うところのもの以外のものをしっかりやっていけば、うんうん、彼らの言う不調性のようなもの、うん、あるいは家庭、そうですね、うん、それはやっぱり社会があって結果として家庭ですからね、だからその辺をしっかりとやっていくっていうことも意識というの、考え方として必要だし、それにのっとって財源も考えていくっていうことですよね、はい、ということでですね、じゃあ5番目の話題いきたいと思います。締め記事はこちらでございます。いやこれもね深刻ですよね。日本の酪農家がロシアのウクライナ侵攻による飼料、まあ、餌ですね、餌代の高騰や需要減などにより生産すればするほど損をするという状況に追い込まれています。先行きを悲観し全国で廃業が相次ぐ中、緊急の対策を求めて国に8万人分の電子署名が提出されました。岸田政権は安全保障上の危機を理由に防衛費を増額させていますが、農家からは食の安全保障にも危機感を持てと怒りの声が上がっていますということでですね、びっくりしました。酪農、牛一頭につき10万円の支援をしてくれっていうことを、農水省に求めたら1万円っていう回答があったって漫画みたいな話ですけどね、太田さん、これ本当に防衛どころじゃないですよね、これあの、まあ、いろんな問題抱えてるんだけど、うん、その食料自給率の問題って今、うんうん、日本の最大の危機だと思うんですよね。ですよね、うん、で それの如実な例が、まあ、この酪農に今起こってるんだけど、うん、でさっき言った牛一頭を潰して1万円しかもらえないわけ で、ね、うん、であとあの乳を産まないオスの牛が生まれると、前は1頭5万円ぐらいで取引してたんだけ ど、 なるほど、今5千円にもならないらしいんですね。でもう酪農家って今もう本当に壊滅的で、うん、だから北海道の酪農牧場がもう200個今年度だけで200個ぐらい潰れてるんだ。廃業したってことですね、うんうん、もうで結局はまず記入を今廃棄する、うん、せざるを得ない状況の中で輸入してるわけでしょ。ああはいはいはい、はい、でしかもそれ別に国際的な約束でも何でもない、守んなくてもいいのに、うんうん、あの農水省とかが固くなに守ってて年間 何万リットル何億リットルだっけ、うん、があの輸入してるしながら記入を捨ててんですよね、国産の。でここにもちょっと書いてあるけど、あの向こうはね結構ホルモン剤とかガンガン使ってるんで、そういう、こう安全の問題もあるにもかかわらずそういうことになっていて、で前にあのバターがすごい不足した時も、その時も全く同じ状況だったんですね。記入捨てててなのにその輸入もしてて、で不足してバターがあの
あれからスーパーから系統産になったの、うん、でその時にあの機械や何か国の補助でどんどん入れすぎたっていうのもあるみたいなんだけど、うん、だからこれ酪農に限らずあの、まあ、米もそうだし減反減反でずっとやってきて、うんうんうん、で気がついたら食料自給率が 38% ぐらいですか今、うんうん、でも今までは買えばいいと思ってってたんですよね、はいはいはい、金持ちの国だから、うんうんうん、まあまあまあね、あの国が勝ってね、そうそう、逆ザヤだと、そうそう、うん、だけど、これからまずウクライナのあれで、あのトウモロコシが入ってこなくなって、この畜産の場合はね、だからあのまず飼料が高騰化して、うんうん、でしかもこれから入って来なくなるかもしれない、うんうん、で今中国にどんどん買い負けてるんで、はいはい、だから飼料も入ってこないだますます高騰化するでしょうから、でこの食料自給率で作れなくなっていく、さらに作れなくなっていくってい う, こう悪循環がどんどん始まっていくだろうし、だからここで本気で手を打っとかないと、ミサイル持ってたって、まあ、あのいざじゃあ中国とドンパチになって、あの食料止められたら日本生きていけないですから、ミサイルかじって食えないですからね。だからここで農家さんが言ってる食の安全保障にも危機感を持てって、これもう本当に最大の問題だと思いますよ。うん、だからね、丸山さん、なんでその少子化とこの食の安全保障っていうか自給率っていうかね、単純な話だって兵糧攻めされたらもう負けちゃうってことでしょ、で おしまいってことでしょ。そうですよね、うん、だからやっぱり、いや僕はその経済主義ってやつだと思うんだよね、うんうんうん、どこを見ても、うん、とにかく儲からないとダメだと、うん、要するに利益にならなきゃダメだっていう、うん、全部それでしょ、うん、でその利益っていうのは非常に目先の小さな利益で、うん、個人の利益だったりするわけだけどね、うんうん、だからそれはやっぱりこのこういう全体、日本全体をどうしていくかっていう、そのでなんていうか大きなデザインの中で考えていかないと、うん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 、やっぱりおかしなことになってきますよね、うん、そうですね、うん、そういう意味での軍拡ってのはもう大問題だよね、やっぱりね。うん、まあなんか、ね、でもさっきから同じところにまた、ね、追いついちゃうんですけど、まあこういうのもやっぱり、ね、そもそもその国がある程度補助とか援助とか、ね、お金をある程度投入しないと、あの解決に向かっていかないような気がするんですけど、ね、そうですね、あの安全保障って、まあ、食の安全保障っていう安全保障そのものもやっぱり、うん、あの自給率を高めなきゃいけないということだし、うん、まあ、日本の場合考えなきゃいけないのはやっぱり世界の中でもね、耕地面積が少ない、あ、はいはいはい、国、あの人口の割にはね、4分の1ですか、うん、あの耕地面積というのは、うん、そこの中でいろんなものを作っていかなきゃいけないんだけど、要するに今あの丸山さんがおっしゃったように経済合理性ばっかね追求されて、まあもうほとんど意味がないと思う、ビリやなんかボコ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 立ったり、あとはバゴルフ場にしたりとかがだけど、もっとこう少ない耕地面積をいかに合理的に、で逆に言うと日本のこの農業のこうなんとかな、あの技術というのが高いから、少ない耕地面積で収穫を非常に高める、収益性も高い、あとはあの、まあ、例えばエネルギーも日本はなかなかない国だけど、エネルギー一つ取ったってソーラーシェアリングっていってね、あの影を作る形であの太陽発電ができるソーラーシェアリングをやっていくと、農業も助けて、発電もできる、うん、それによってまあなんとかな、あの農家離れっていうのかな、要するに農家の収益性を高めてね、の、それによってそういえば要するに、まあ、売電というかね、あの、で電気も作れて、あの収穫もできるとか、いろんな工夫をすれば、こんなあの 両方が解決するようなこともないではないんで、それも、うん、それによっていろんな意味での安全保障、つまりエネルギーにしても、うん、エネルギーの自給率も多少高まるだろうし、うん、とかね、だから、うん、もっとちゃんと国家があのしっかりと、まあ、日本の将来も据えてやれば、うん、できないことが選択肢がないわけじゃないと思うんですね、うん、いろんなハンデはあったって、うんうん、だからそれをきちっと考えていかないからこういうことになるんであって、うん、そっか、ちょうど大正から昭和にかけて
だからあの日清日露があってでも全然見返りがなくて餓死しょったん で、うん、で第一次世界大戦の特需があってでバブルが崩壊してであの政党政治がもう腐りきって、うん、でそういう中で農本主義っていうのが出てくるんですよね。だから僕はこのもう一回ね農本主義っていうのをちゃんと考えれば少子化の問題もいろんな問題あの食料自給率も改善していくと思うんですよね、うん、だから、うん、あの頃のものをそのままは持ってこれないんだけど、うんうん、だからその後農本主義ってあの515事件に連座したりしてで226になって戦争に突き進んでいっちゃうんだけど、うんうん、だからそうならない農本主義のところでもう一回見直して国の在り方っていうシナリオを書き直せばね、うん、あのいろんな問題は解決していくと思うんですけどね、うん、なんかあれですね、こう皆さんの話を聞いてるとやっぱりあれですね、なんかこう大きな絵っていうんですか、グランドデザインっていう言葉のかな、グランドデザインがこうかけてなくて、さっきの丸山さんのおっしゃってるのは目先のちょっとした儲けのためにこう握ったり左行ったりで G7 やるからウクライナ行ってみたりみたいなこうね、要するにこの国としてそれ ODA で持ってったんですよ、どうしようみたいなことがちょっと思い切りかけちゃってますよね。そう背骨がないんですよね、うんうん、それはなぜなんだろうっていうところにちょっとこう課題なんか解決の糸口があるのかなっていうちょっと気がしました、それじゃあちょっと最後の項目だけ読ませてください、最後の項目こちらでございます、ノーベル賞作家故大江健三郎さんらが呼びかけ人となったさよなら原発運動、3年ぶりに全国集会が21日東京渋谷区の代々木公園で開かれました。東京電力福島第一原発事故から12年、岸田政権は今国会で原発の新規建設や60年を超える運転を認めることなどを盛り込んだ関連法の束ね法案 GX ですね、グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法案の成立を目指しています。福島県の市民団体これ以上海を汚すな市民会議の佐藤共同代表は、原発回帰は福島の事故をなかったことにすることで許されないと集会で訴えていました。束ね法案の正体を探りますって、これだけど稲熊さん、これもう正体は分かりきってますよね、ひどいですよねこれね。脱もう一回読みますね、脱炭素電源法案というそうなんですけれども、正体何ですかこれ、ね、このあれとさっきの輝く未来なんちゃらと一緒ですよねだからいろいろこうやばいものをことしてというかね、うん、まあ本当にあの今日のね冒頭あのデモクラ TV10 年じゃないけど、はいはい、この10年がなかったことにということですよね、うん、福島の人たちから見れば、うん、だからなんで、まあ、逆に言うと原発推進の人から見るとこの機を伺ってというこの、いやそうですね、はいはい、そういうところだけは非常にこうなんと瞬発力があるというか、この、まあ、ウクライナの問題もあって、まあ、エネルギーが高くなっているというところでこうまあ、入り込んで、それでまあ脱炭素とい う, こうあの大義名分をつけながらということなんで、だからこれはでも実際問題は本当に原発を再稼働して新規を増設するというやれるのかと、でもうあのメーカーだって実はあのあまりやる気がないというか、国際的にだから軽水量をどう作っていくって言っても、まああのメーカーもそんなにこうまあ本当に作りたいのかっていうような状況もあるらしいですけどね。だから何のためのこの仮にまあ原発再推進にしても。なぜなの？いやでもこの法案自体はね、丸山さん、これ原発回帰再推進再稼働法案ですよね。それこそね、やっぱりね、その夢がね、うん、ないところで新しいことをやろうとしても無理だと思うんですよ。でも、うん、その夢がみんな壊れちゃってるわけだから、そこをどうやって再構築するかっていうことを考えなきゃいけないわけじゃないですか。うんうんうん、それは原発もそうだしね。僕はあのつくづく思うことで言うと、つまり地下の高速道路なんですけどね、はい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 、外環道にしてもリニアにしてもね、うん、あの夢があるんですかね、うん、本当に。そうですね。でそのことが出来上がったらどういう日本社会ができるんだろうっていう考えるとね、うんうん、こうやっぱその僕は建設してる一人一人の人たちにも、うん、
ちょっと待てよって思うんじゃないかっていうふうに実は思いたいんですがね。でもこの太田さんあと30秒この束ね法案そのものが、あの安倍政治の落とし種というか、だから国民の望んでないことをグリーントランスフォーメーションみたいな綺麗な言葉でくるんで束ねて通してしまうっていう、もうこれ象徴的だなと思いますよね。まだ井上さん最後一言言います。いや、まあ、だから何の誰のためのかっていうと、まあ、あの経産省の障壁が一番大きいんじゃないかと思います。利権利権っていうだから それが一番大きなお金になってるんで、経産省系では、ということをしっかりと見極めてですね、選挙です、選挙、選挙、はい。